いいつもごご視聴ありがとうございます皆さんはボーリング場でボーリングをした後スコアをもらっていますかこのスコアをもらうだけでも自分の悪いところや見直したりするのに参考になったりすることもあるので是非、えー、もらっておきましょう。 でこのスコアでスプリットをなくすということの今回はお話になります1ゲーム中にスプリットを出さないようにできるだけどうしたらいいのかを練習してみてくださいでその時にスコアシートをもらっておくと 1>, 1ヶ月前に投げた時に1ゲームあたりスプリットの数が3つあった場合が2つ1つになっていれば練習の成果が出ているといったこともわかります。このスカワーシートを置いておくだけでどのように進歩したのかでどのように進歩できなかったのかというところが スコアに現れて出てきますのでぜひ皆様も上級者の方はボーリング場に行った時にスコアをもらわないという方がたくさんいらっしゃるとは思うんですが必ずもらっておくと役に立ちますのでぜひもらっておきましょうで1年間の集計をしてアベレージがどのくらいかハイゲームが何点だったか ローゲームが1年の中で一番どのゲームが低かったのかで何点だったのかといったところもこの下の欄にですね書いてある下にメモなどをしとくと自分のアベレージやハイゲームやローゲームがわかるわかりますのでぜひそのようにしてみてください あとは、この1番ピンに何回、中級者の方でや初心者の方であれば、1番ピンにちゃんと当たったのか、1番ピンに当たってないゲームはあるのか、そういったところを見直して練習に取り組んでください。上級者の方であれば、スプリットを出さないように、 するそういった練習をしてみてください。中級者の方であればあと天ピンが取れているのかといったところもこのスコアシートで7番ピンや天ピンの残ったところも分かったりしますのでボーリング場さんによってはこのピンの配置2頭目のピンの配置も載っているスコアもありますので是非取っておいて 見直してみてみくださいその時に次にどのような練習をすればいいのか自分で考えてその練習を行ってみてくださいでそれを1ヶ月後3ヶ月後といった時にスコアを見てくださいその時に進歩しているのか進歩していないのか進歩していなければ次どのようにすれば進歩することができるのかであとは スペアがちゃんと前よりもこのスペア率ですね、これが前の3ヶ月前に比べて上がったのかといったところを見直してみてください。上級者の方であればストライク率が前よりも上がっているのかといったことだけでもこのスカウシートをいただくことで分かりますので、ぜひいただいて帰ってください。 で今回は最後までご視聴ありがとうございました。また次回も投稿するのでお楽しみにください。チャンネル登録もよかったらぜひしてください。それではまた次回お会いいたしましょう。